ケチミヤク桜クは、北海道と東総合振興局管内マサキ正マサキ町省庁の公前寺境内に生育している、桜の古木で、大島桜に由来する、里桜群に属する栽培品種の松前早きの原木である。マサキに、ソメイヨシノの桜前線が到達するとともに、ケチミヤク桜クが開花することから、栽培品種名が、松前早きとなった。 ケチミヤク桜には桜の生徒、ケチミヤク消門にまつわる伝説があり、ケチミヤク桜という名称はその伝説にちなんだものである。マサキは北海道有数の桜の名所として名高く、毎年4月下旬から5月中旬に開催される桜祭りの時期には多くの人々が桜見物に訪れている。マサキに生育する桜は250種、総数は 約8000本に上っている。正木城,城の近くにある浄土州に属する寺院、高前寺の境内にも多くの桜が咲き競うが、とりわけ名高いのは、寺の本堂前にある、このケチミャク桜である。樹齢は200年以上、または280年以上と言われ、北海道有数の桜の名木として評価され、1973年に、 北海道指定記念樹木に選定されており、樹高は約8メートル、幹周りは5.5メートルに達している。ケチミク桜も含めた松前早咲きは、八重桜としては早咲きで、大輪で、紅色の花を咲かせるところが特徴で、栽培品種の高さ語が近縁か片親で、さらに遡れば、遺伝的には、野生種の長寿桜、山桜、大島桜の雑種といえる。 正木町のケチミヤク桜では、例年4月下旬から5月上旬が、見ごろとなる。八重きの花は艶やかで、毎回の時には2本の幹が織りなす花扇のようになって、枝がしなっているように見えるほどの重量感のある、花姿を見せる。桜は散る時期に向けて、花弁で新たに合成された紅色の色素のアントシアニンが、花びらや、 おしべやめしべの基部に集まっていくため、徐々に花の中央部が紅色へ染まっていくが、ケチミヤクサクラではこれを移りくれないと呼んでいる。三つよしは、1903年、本堂と栗が全焼する火事にあった。ケチミヤクサクラも類承の難にあったが、誰もがもう助からないと判断するほどの焦損状態から蘇り、再び見事な花を咲かせるまでに回復している。 江戸時代には、正木藩と本州との間で交易が盛んであり、この時期に、松前早崎が正木に持ち込まれたか、持ち込まれた母寺から正木で新たに誕生したと考えられているが、ケチミヤクサク桜には、次のような伝説も残されている。昔、正木の城下で家事屋として働いていた、柳本伝八という人物が、隠居後に、娘の静江を伴って、 情報見物に旅立った。江戸を経て、伊勢神宮に参拝し、京の都や奈良をめぐって、吉野にたどり着いた。折しも吉野は、桜が満開で、伝八親子はしばらくこの地に投留することに決めた。親子はこの地で、近くの甘寺に住む美しい二相と懇意になった。伝八親子がいよいよ故郷の正木に帰る日が訪れた、時、二相は、 親子との別れを惜しんで一本の桜の苗木を吉野の土産にと送った。帰京後に、伝八親子は、菩提寺の三吉寺にこの苗木を寄進した。苗木は立派な桜の木へと成長し、やがて見事な花を咲かせるようになって、三吉寺を訪れる人々を喜ばせた。月日は流れ、三吉寺十八世をだやか、誉れ商人の時代に本堂を立て直す話が、 持ち上がり、改築の首相になる、この桜を伐採することに決まった。明日はいよいよ伐採という日の深夜に、美しい娘が、商人の元を訪れた。娘は、私は近々死ぬ身の上です。どうかケチミアクを、お授けくださいと懇願した。商人は、娘の熱心な願いにほだされて、ケチミアクの消耗を授けることにした。翌日の朝、 桜の木の枝に何かが揺れているのを、商人は目にした。よく見ると、それは、昨晩娘に授けた、あのケチム役の証文だった。商人は、さては、昨晩の娘さんは、この木のせいであったかと悟り、伐採を取りやめて、娘と桜の木のために、年頃な供養を取り行った。商人のとに現れた娘については、静江の霊であったとも言われる。それ以来、 この桜は、ケチミアク桜の名で呼ばれるようになった。原木のケチミアク桜から継ぎ木などで松前早咲きが増殖され、あさり正利によりこれら松前早咲きなどからベニかタカなどの100以上の栽培品種が生み出された。またこれらの桜は、正木公園に植栽されていることから、正木町に植栽されている多くの桜は、ケチミアク桜の系譜であると言える。 ありがとうございます。